はい、では本日のインタビューに行きたいと思いますけれども、今日もスペシャルの方とお話しするということで、少し緊張しておりますがよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、この度ネバギバ新世界という映画主演させていただきました赤井秀和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか目の前に赤井さんがおられるっていうだけで、あのこういう仕事をしててよかったなとあのやっとインタビューができるということで、はい、今までも、まあ、いろんな作品を拝見させていただいてましてね、はい、あのすごくあの演技ももうなんかもうやっぱりもう俳優さんっていうのがもう中心になってきて、はい、もうね、あの私らは過去を知ってるんですけども、もう俳優赤井秀和さんということでなんですけど、はい、今回ねダブル、まあ、一応ダブル主演みたいな感じですけど、はい、あの本当大阪の新世界で撮ってっていう感じで、はいはい、赤井さん自身もすごく楽しみながら撮影されたんじゃないかなと思うんですが、うん、あもうあのもともと私あのセリフ覚えが悪かったりとか、はい、ドラマも映画も舞台ももう本当にいつ もうずっとカンペ持って、はい、もう現場行ってるみたいな状態でしたですけども、今回の、はい、本の上西監督が書いた脚本、はい、もうもらった時からすぐにこの村上勝太郎というものが自分の中に入ってきまして、はい、なんかそのもうもちろんセリフなんですけども、はい、もう自分の気持ちから、こう発することができ、はい、それがまあ脚本の力になってだなと思います、はい、あのすごくねやっぱり上西監督多分今まで中井さんの作品もずっとご覧になってるだろうし、あのその演技じゃないところね、まあ、まあ例えばバラエティ出てるところの人間性とかも全部なんか調べ張って脚本にしたんやなっていうのがすごく見えて分かりまして、うん、なんか楽しく見ましたね。このちょっと内容的にはネタバレになるんであまり触れれませんけど、はい、あのもっとこのなんかどつき合いのね、あの、うん、なんかちょっと新世界のそういうダークな部分での物語かなと思いましたけど、すごいね明るくてカラッとして、うん、もうご覧いただいたらもうみんなさんおっしゃってくれますけれども、はい、まあ気分がスカッとしたというふうなことをおっしゃってくれます、はい、そうですね。その中でもまあいろんなね、まあ、あのそのジャンルのテーマがね入っててね、はい、なんかそれもすごくすごいなと思いますね、はい、あの上西監督武士といいますかね、はい、なんかそんなにたくさん見てないんですけども監督のねもうワールドですからね。ああもうそれはそれは、うん、もうでもその中でなんかやっぱりもう当て書きみたいな感じで本当にね脚本作られてるんで、うん、それもすごいなと思いましたね。もう今回まあ本当にこの、はい、普段から私あのもう本当映画も舞台もドラマにしてもこうセリフ覚えがあるかったりとかするんですけれども、はい、もう NG とか出したりとかもう大変気がかかったりとかするんですけど、はい、今回はもう一発 OK でバババッと撮れまして、はい、もう撮影も時間3時間巻きとか4時間巻きとかいうような状態だったらしいんですけども、はい、あのいつもやったらここでセリフを言うんですけども、はい、ここから腹の底からこう、はいはい、気持ちが出るというふうなもんがご覧になってても映ってると思います、はい、そうですね。まあ、あのまあ親しんだ町なんもありますし、はい、まあ、我々親しんだ場所、場所ね、まあそういうお店とかもいろいろ出ても、うん、そんなもう全然緊張しない場所だっていう感じ。あの今回のね、はい、男の子こう虐待され虐待というか、まあ、洗脳されてた男の子たけし君が寝てた場所、はい、あそこは私の実家なんです。あら、そうなんですね、もうあの和室の向かいの部屋が僕ら夫婦の寝室だったし、はい、もうそういうふうにこう実家使ってもらったり、あの、はい、姿さんの医者がオートバイでずっと、はい、古川愛さんが待ってるところまでこう、はい、どこや言ってくるとこ、はい、うちの家の前の通りですわ、はい、まあ、飛び出しん地にあるんですけどね、はい、あの辺にある、まあ、うちは商売してないですけども、はい、実家なんですけども、ね、まあ一回ね、あの皆さんに見ていただいてね、なんか機会があったらそのコメンタリーのねなんか上映会も面白いですね、はい、ああそれもねわしの実家とかそんなも割合あの何回も見る方には1回目普通に見ていただいてね、そんなもなんかそういう楽しめる映画ですよねこれね、本当にね、もう本当に、はい、で楽しみながらそんないろんな、まあ、そういうあのちょっとね宗教問題も入ってますけどね、まあ、その辺の考えとかもちゃんとね描いてあってね、あのこの流れの中によくああいうネタをねすんなりと入れたなと思いますね、はい。まあまあそれは脚本の力、監督の力やと思います。今回どうですか、我々抑え気味の演技だったんですか、それとももう素ですよね。まあまあもう力まずできたっていう感じ、ね、そうですね、もうドキュメンタリーみたいに思ってますもうこれはほんなら赤井さんドキュメンタリーと
と言ってもいいぐらいですかね。いや、もう、うん、もちろん芝居もしてるんですけども、うん、まあ、当て書きしてくださったおかげだと思いますね、うん、ぜひともね、本当今の時期にこの寝巻き場っていう言葉がやっぱり皆さんに元気与えるっていうかね、まあ今ね、こう世間で大変なコロナの時期ですけれども、はい、もう諦めたらあかん、うん、もう明日のない夜はないと、はい、もう真夜中でも明るくなるんやと、うん、いうようなことをどっか心の底に秘めていただいて、はい、いていただきたいなと思います。そうですね、これもまあそんなにどん底まで行く話じゃないのでね、それが良かったですね、まあ、このどん底からこう這い上がっていって、うん、ぐーって粘り場っていう話に本当になんか合言葉みたいな感じでね、生、まあね、うん、これまあ皆さんが、ご鑑賞されて出てきて、はいはい、劇場の外で挨拶が粘り場になって、それをまた世間一般的に広がっていくとね、はい、この時期いいですね、はい、流行を目指して、はい、いったらいかがでしょうかね。確かに、はい、ぜひともね皆さん見ていただきたいと思います。では最後になりますけども、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、この今回の粘り場新世界という、まあ、今この大変な時期やからこそ、はい、まあ、粘りバップ諦めんな、また立ち上がれというふうな気持ちを持って、気持ちを、そうやってこう感じていただけたらなと思います、はい、ぜひ劇場でご覧ください、はい。本日は短い時間でしたけども、どうもありがとうございました。ありがとうございました。